2011年3月11日、東日本大震災が起こりました。当時毎日のようにテレビで流されていた金子みすゞの詩、こだまでしょうかを記憶されている方も多いと思います。今回の音楽会では、その復興支援ボランティア団体、一人じゃないよプロジェクト福井の一員として少しでも支援の輪を広げたいとの思いからロビーにていろいろな企画を行っております。それではここで世話人代表でいらっしゃいます内山英樹様にお話をお伺いしたいと思います。内山様、どうぞよろしくお願いを申し上げます。皆様こんにちは。この9月11日であれから、2年半が経とうとしています。今回の大地震は特徴は一つとして大きなのが、6万人もの広域避難者、すなわち被災地の県から外に出られた方が全国で6万人もまだ避難されているということです。皆さん一度想像してみてください。ある日突然、放射能ですねとか、そういった被害から逃れなければならない、そして、特に放射能の被害、不安から、お母さんがですね、母性が非常に、ね、もちろん先行します。とにかく我が子を放射能から逃してあげたい、逃れたい、そういった気持ちでまだ親戚とかお父さんとうまく話もね、一致できずにできないまま子供の手を引いて、全国に逃げていかれた、逃れたと、そういった状況が、広域避難者の、多くの方に、あります。そこで相談、皆さん、ある日突然そういうような状況になったとき、自分のふるさと、地域の近隣関係、親、友達、すべてを断ち切って見知らぬ土地で生活を始める、非常に大変なことです。一言では表されない大変さがたくさんあります。6万人の避難者の方のうち、福井県にはですね、当初500人以上の方が避難されていました。で現在は280名、世帯数では120世帯というふうになっておりますけれども、それで今、現地に、帰還された方もいらっしゃいますし、新しい新天地を求めて移動された方もいらっしゃいますし、まだ戻れない、特に原発汚染されたところに関しては戻れません、なかなか。そうじゃなくてもなかなか、帰還する目処が立たない、いろんな諸情、問題が立ちはだかって帰れない、帰りたくても帰れない、帰りたいと思っても果たして戻ってうまくいくんだろうかとか、いろんな不安がつきまとう、そういった大きな不安、大きなストレスですね、それをずっと抱えながら、生活されているのが現状なんです。そういうことで私たちは、福井県にいてできることって何だろうって考えたときに、ああ我がふるさと、福井県にいらっしゃる避難者の方この支えに少しでもなれればいいんじゃないかということで活動を始めました。当然現地の復興支援ももちろん必要です。遅々として進まない復興、それを支援するのももちろん必要、重要なことです。でも本当にこういう6万人の広域避難者、福井県にいらっしゃる方、300人弱ですけど、
その方たちを支えることも、現地の復興支援の、一助になると私たちは確信しています。また来たるべき、かなり予測されていますけれども、次のですね、大地震、そういった時にもまた宗教方面いろんなところから、広域避難者が、いろんなところに避難される可能性は非常に強い、そういった意味で、福井県並びに日本の中でのセーフティネットといいますか、そういったものをやはりきちんと作っておく必要があるんじゃないか。当然我々市民活動団の力だけではできません。行政、企業、いろんなところと連携しながら強靭な、安心できるネットワーク、支えの力、それを作っておく必要があるかなと思っております。そういったことで、我々の活動は、今回の東日本大震災のみならず、これからの世の中に、求められるそういった支える仕組みというのを、しっかり作っていこうと、そういう思いで、活動しております。本日はですね、最後になりましたけれども、春山混声合唱団の皆様には、当初から半年ほど前から、私たちの活動に対して、去年からです、深いご理解いただきながら、ずっと支えていただいております。本当に感謝申し上げます。ありがとうございます。そして本日、ご来場の皆様も、もうすでに、ロビーホワイエのところではたくさんのご理解のお言葉や、ご支援の、支援金をいただきまして、本当にありがとうございます。心から深く感謝申し上げます。今日の、この機会がですね、皆さんにご理解いただいて、末永い、支援の力、輪を、広げていきたいと思います。そして、全国、福井県はもちろん全国に散らばっていらっしゃる避難者の方々、そして現地の被災者の方々のに、希望の光が、一筋の光が差し、そして心の中に一輪の花がですね、咲くように、みんなで祈りたいと思います。そしてこれからも支え続けていきたいと思います。ということで、よろしくお願いいたします。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。それではここで会場の皆様とご一緒に復興支援ソング花は咲くを歌いたいと思います。プログラムに歌詞が載っておりますので、どうぞ皆様ご覧くださいませ。